待たせたな諸君。みんな大好きナイトメアの頼れる副団長クリスティーナさんが助けに来てあげたよ。これでもう安心だな。ということで全員まとめて屍になるといいよ。危ない。クリスちゃん、しばらく姿を見なかったが、どこに消えていた？っていうか、来てくれたのは嬉しいが、敵を見誤るな。私は本物のジュンだ。冗談冗談、そう怒るな団長。せっかく綺麗な顔をしているのだから、どんな美人でもしかめっ面だとブサイクに見えるぞ。うん、ああもうどうでもいいから暴れるな。クリスちゃんの足元に私の兜がある。それを回収したい。おっと、足が滑った。うん、なんで兜を蹴り飛ばす？困る。ついでにその邪魔な仮面も取り払ってあげよう。何なんだ、一体何がしたいんだクリスちゃん。愉快なことがしたいね。そしてなるべく面倒なことはしたくない。ほーらご覧、敵さん、そんな私の望みを叶えてくれるつもりらしい。なんだこれ、敵の様子がおかしい。偽物たちが、暴れていたやつも倒れていたやつもみんな集まって融合していく。転がったジュンさんの兜とかも全部溶けて混ざって、うわ、なんかグロい。なんなんすかあれ。自分たち一体何と戦ってるんすか。ふん、私は奥島の坊や、とある博識な知人のところに寄り道をしていたのだがね、魔物研究の専門家であるあの子の弁によると、あれはリビングメイルと呼ばれる存在らしいぞ。リビングメイル、生きた鎧？うん、そう呼ばれている。正確には金属を捕食し成り代わる性質を持つ微生物の軍隊らしいね。餌である金属を貪り、そっくりそのままの見た目に擬態する。戦時中、金属製の武器や防具が大量生産された時代には何度かこれが爆発的に増殖して猛威を振るったらしい。私は知らなかったが、ちゃんと記録にも残っているようだぞ。ああ、幼い頃に祖父からそんなような話を聞いたのを思い出した。夜中に鎧が独り手に動き回ったり、剣がフラフラと空を飛んだり、てっきりよくある怪談のようなものだと思っていたが。実在したらしいね。いつだって事実は小説よりもきなり。ともあれ、戦時中は軍隊としての役目を担うナイトメアの装備、武具、防具の中でリビングメールは長い時間を生き延びていた。そしていつの間にか増殖し、おそらく倉庫に保管されていた我らの鎧や剣を捕食して成り変わっていたのだろう。軍隊であるこの魔物は一定数以上増えて集まるとある程度の知性を得るらしいな。そして自発的に動き出してあちこちで迷惑をかけまくったというわけだ。ビーストの居住区などが優先的に襲われていたのは、彼らを長年迫害してきた王宮の武具などが元になっているからだろうか。なんで気づかなかったんだろう。ああ、もっと定期的に丁寧に武具などの整備をさせておくんだった。そうしたら誰かが異変を察知したはずだ。平和な時代が長すぎて油断していたね。まあ連中も我らに不審がられないように擬態し、普段は決して動かず普通の武具、防具のふりをしていたんだろうが。それがなんで今回急に暴れ始めたんだ。連中は生物だ。常に栄養を補給する必要がある。仲間が増えすぎて食べ物が足りずに飢えて、手当たり次第に餌となる金属を求めて動き始めたんだろうさ。放っておいたら町中の金属が全て連中の胃袋の中に収まるぞ。そして魔物になり変わる。
ゾッとしないね。迂闊に金属製の鍋で料理もできなくなる。クリスティーナおばさん、料理とかするんすね。意外っす。案外私は家庭的なんだよ。このギャップが魅力的だろ。それと次にまたおばさんと呼んだら、その愛らしい耳を引きちぎるぞ。じゃれ合ってる場合じゃないよって、軽薄鮮慮な私が言うことでもないけど、リビングメイルとやらはどうも総力を結集して私たちを潰すつもりらしい。融合して巨大な金属の集合体になった。建築物よりでかい。あれに大暴れされたら町に甚大な被害が出る。敵が金属を捕食し増殖する性質を持つ以上、町中の金属を取り込み続けてさらに巨大化する可能性もあるしな。ここで確実に殲滅する必要がある。ランドセルの平和を守るために。了解。逆に考えると敵が一塊になってくれたおかげで分かりやすくなりましたね。あれを倒せば当面は一件落着かな。念のため、あれを倒した後も金属探知魔法などで町中を探査する必要があるだろうがな。生き残りがいたら発見次第始末する。こんな騒ぎは二度とごめんだろう。ちなみに私はそういう面倒くさい作業はしないからな。お前らに任せる。いいだろう。その代わり今目の前にいるあの巨大な魔物を倒すのには協力してほしい。君の戦力が必要だ、クリスちゃん。頼られるのは嬉しいね。ただ私なんぞを信じて後で裏切られて泣きを見ても知らないぞ。少なくとも食欲のみに突き動かされて動く敵よりも、私たちの偽物よりも信用に足る。知性ある人類として、信頼し合える仲間として、町の平和を守る正義の味方として、我らナイトメア一丸となって異変を解決しよう。総員抜剣、悪しき魔物リビングメールを掃討する。了解数巡査、ドリャー、一撃必殺、正義の刃を受けてみるっすよ。ストップ、迂闊に突っ込んじゃダメだよ。まつりちゃん、敵は金属を捕食するらしいしね。刃物で切りつけると取り込まれる可能性がある。じゃあどうやって戦うんすか。肉弾戦すか。でも敵は金属すから、殴りかかったらこっちの拳が砕けちゃうっすよ。実際敵と長く交戦していた私たちの鎧や剣などはある程度捕食されていると考えた方がいいな。先ほどからやけにずっしりとした重みを感じる。鎧などを捕食し支配した敵が私たちの動きを妨害しているんだろう。戦いが終わった後で武具防具を精密検査し、敵を炙り出して消毒浄化する必要がある。なんか気持ち悪いっす。でも言われてみたら剣が微妙にこっちが思ってるのと違う動きをするような基本的に金属製の武具防具を装備しての近接戦を専門とする我らナイトメアにとっては相性が最悪の敵だな。笑ってる場合か。どうすればいい。この状況って詰んでない。うろたえるな小娘、かわいいな。安心しろ、こうなるのを予想して賢い私は陛下に特別な魔法兵器を支給してもらっている。試作品だから見栄えは悪いがな、金属を一切用いていない木組みの魔法の大砲のようなものだ。大急ぎで組み立てたので一発撃ったらお釈迦になるだろうが、金属すら融解させる超高温の熱線を放ち敵を地上から蒸発させられる。お前たちは私の指示通りの位置に敵を誘導しろ。射角を調整し町の人々に被害が及ばないように気をつけて熱線を発射する。
ちょっと意外だ。あなたなら町の住民のことなど知ったことではないとか言いそうなのに。これでも私は意外と人間を愛しているんだよ、ともちゃん。この退屈な浮世ではめったに見つからない面白いおもちゃだからね。ともあれどうでもいいが、みんな私の気が変わらないうちにさっさと言う通りに動け。たまには副団長の上官の言うことは聞くべきだぞ。了解。あなたに従うのはやや気に食わないけど、是非もないか。なあ、ありがたい。こちらから頼みたいぐらいだったよ。そうだな、坊や。お前は仲間を強化することができるんだろう。その能力で私たちを援護してくれ。うん、頼む。私たちを強くしてくれ、少年。強くなければ生き残れない。ここは過酷な戦場だから。そんな場所に君のような子供を連れてきたくはなかったのだけど、安心してほしい。君のことは私が命がけで守り抜く。君だけでなく町の人々を、世界中の人々を守ってみせる。それが正義だ。武器も防具も私たちもそのために生まれたんだ。うひゃー、気持ちいい。素晴らしい。力がみなぎってきたよ。これなら勝てる。ありがとう、まつりちゃん。まずは動き回って敵の注意を引いて。わっ、分かったっす。とも姉ちゃんの言う通りにするっす。ほらほら、お兄さんこちら、手のなる方へ。七色の火薬玉を炸裂させて敵の注目を集めるっすよ。これでいいっすかね。上出来。敵が何も考えずに反射的にまつりちゃんに近づいてくる。多少は知性があるようだけど剣術を知らないね。魔物に指南してあげよう。三熊流の極意を。敵の脚部に組みついて重心を崩して転ばせる。地に足がついていない相手など煮るなり焼くなり切り刻むなり好きにできる。これで勝ったも同然だね。無茶をする。大暴れしている巨大な魔物の足元に飛び込んで組みつくなんてね。勇猛果敢なのは悪いことじゃないけど、一歩間違えたら踏みつぶされてたぞ。でもその勇気を無駄にはしない。ふっ。私の鎧はそれなりに捕食されてしまっているのか。全身が重いけれど、私は物心がつく前から鎧や兜と共にあった。慣れ親しんだこの重みを力に変えて解き放つ。クリスちゃん、全力で敵に体当たりして空中に跳ね飛ばす。そこを狙って大砲を撃て。了解。たまには共同作業も悪くないね。なかなか楽しい。仕事だ、楽しむ必要はない。やるべきことをやるだけ。諸君、大急ぎで私の後ろに退避しろ。放たれる熱線にわずかにでも触れれば人間など骨も残らんぞ。怖っ。総員退避、衝撃に備えろ。全力でやってくれ、クリスちゃん。承知した。景気よく花火をぶち上げようか。それを正義と名付けるといいよ。ナイトメア大砲発射。
聞いていた以上の威力だな。太陽の輝きすら霞みそうだ。あんもう無駄に砂ぼこりが巻き上がって服が汚れるね。だがまあ不思議と気分は悪くない。いいストレス発散になった。敵の残党の掃討や町中で兵器をぶっ放した件についての始末書の作成について考えると頭が痛いが、そういう面倒なことはお前らに任せる。支え合い助け合う得難い仲間がいてくれて頂上だよ。都合のいい時だけ仲間とか言ういいけどな。私も同じ気持ちだから。さあ熱く輝く光よ。魔物と共に不信感や猜疑心、あらゆる悪を消し飛ばしてくれ。そう都合よくはいかないのが現実だけど、私はそれを願うよ。